ピオネールスキーは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州にある、バルト海の海辺の都市。1945年以前は、東プロイセンに属し、ドイツ語で、ノイクーレンといった。バルト海に突き出した、サンビア半島の北岸にあり、西には、スベトロゴルスク、東には、ゼレノグラーツクといったリゾートの町がある。州都カリーニングラードからは、北へ3 5トル。 人口は2004年で11,800人ほど。2002年国勢調査で11,816人。ピオネールスキーの浜辺。後方には漁港が見えるノイクーレンの村は1254年の記録に所出しているが、19世紀になり、漁村からリゾート地へと変貌を遂げた。しかしサンビア半島の北海岸には、ラウシェンやクランツといった大きなリゾート地があり、 その間にあるノイクーレンは影が薄かった。第二次世界大戦後、東プロイセン北部はソ連に並行され、1946年にノイクーレンは、ソ連の少年団ピオネールにちなんで、ピオネールスキーと改名され、死に昇格した。ピオネールスキーは、海浜、スパリゾートである一方、ロシアの漁船団にとり重要な漁港である。カリーニングラードの北駅からは、 エレクトリー地カが出ており、ゼレノグラーツクを経て、ピオネールスキーへ着き、さらに、スベェトロゴルスクへと伸びている。ありがとうございます。